前久差神は、愛知県豊橋市にある、総当州の寺院である。三号は、千住山。戸田禅寺入道や戸田安長の性質、松姫の菩提寺でもある。本尊は、釈迦如来座像。室町時代の僧、国宝敬玉によって、大道山泉流院の末寺として改装された。元来、戸田市中高の祖と呼ばれる。 戸田禅寺入道を供養している寺院であった。戸田氏とは、尾張国海風軍戸田総本教とした聖は源氏の、系統とされる。ただし、戸田禅寺の父は、伝承によると、大木町三条家からの養子と言われる、戸田綱光である。干渉六年、ぬか田軍労に一気に悩まされていた、三河国の守護大名、細川茂之からの西願を入れた室町幕府第八代。 聖遺体将軍足利義政の命により、万所通じ伊勢貞地下の悲観であった、戸田宗光や宗光の岐阜、松平信光が鎮定に動いた。ぬかた軍での乱を収束させた後、戸田善次入道は、西三河から、尾張国知田軍にかけて、勢力を持ち始めると、応仁の乱、応仁断年に引く、文明九年の末期には、東三河へ進出。 文明7年、三河湾を渡って、厚見郡大津村の大津城へ入城。厚見軍大、一式正さの養子分となって、厚見軍支配の大義名分を得ると田原城や二連木城を、次々と築城し、三河国厚見軍の統一を果たしている。この宗光と敵対したのは、今橋城を築いた、牧野古白入道の牧野市であった。 英承5年6月19日に奇跡に入った、戸田禅師のために、同11年には、着難、戸田健康が、菩提寺を建立。当時、東三河では、構想として知られた、国保慶玉禅師へ解散を廃唱し、二連騎場の、西側に建てられたのが、この前日茶シーンである。健康の孫、戸田康光は、 牛久保城へ移り、三国春玉禅寺による解散で、天文15年牛久保へも、全差殺院を建立、こちらを墳墓地とした。また、最後の二連目城主で後に、品の国松本藩主となった、戸田安長の性質、松姫の娘も、この全差殺院で埋葬されたと伝わる。天正18年、新君赤八周囲法と時に、 三河を去るとだけは荒廃していた、牛久保全寺院を現在地に移転した。明治4年戸田宗家の戸田光則が神道を重んじて、松本城下の全被差神を破却したため、重宝や古文書が豊橋の全被差神へ引き継がれた。昭和の太平洋戦争では、豊橋空襲によって山門などが消失した。また、昭和時代には、 双葉保育園を有していた。現在は一般人の段階を有する寺院である。ありがとうございます。